ウィキペディアハンガリー語版、ウィキペディアハンガリー語版、ウィキペディアはウィキメディア財団が運営する多言語百科事典プロジェクトウィキペディアのハンガリー語版であるウィキペディアの創設者の一人であるラリーサンガーによって2001年9月1日に発足したハンガリー語版ウィキペディアは2015年5月7日に総項目数が30万を突破した2018年3月1日現在 427,213本の記事があり、ウィキペディアの中で24番目に記事数が多い。ハンガリー語番、ウィキペディアの各ページでは、画面左にある他言語版の一覧において、英語版が最上部に位置している。英語版以下の言語版の配列は日本語版ウィキペディア、などと同一である。ハンガリー語番ウィキペディアは、ラリーサンガーによって2001年9月5日に作られた。 彼は http コロンスラッシュスラッシュフドットウィキペディアドットコムスラッシュというアドレスを作った。何ヶ月かの間に多少のハンガリー語の記事は作られたが、嵐の問題もあった。現在のようなハンガリー語版ウィキペディアは2003年7月8日にゲルバイペーテルによって始められた。今日ではオープニングページはハンガリーのインターフェースとハンガリー語で提供されるようになり、 アドレスは http://f.wikipedia.org スラッシュになった。ハンガリー5番 wikipedia は着実に成長し、2003年には34番目の規模だったが、2005年12月には18番目となり、2009年12月には17番目になったが、その後わずかに順位を落とし2011年9月には19位になった。 2018年3月1日現在、427,215の記事、374,137人の利用者、31人の管理者がいる。ハンガリー5番、ウィキペディア40万記事記念ロゴハンガリー5番、ウィキペディアは5万記事を2007年2月7日に達成し、10万記事を2008年7月17日に達成した。 そして15万記事目を2009年12月25日に達成し、パルダス大事典のサイズと同等になった。20万記事は2011年の9月に達成した。2010年6月17日、秀逸な記事の項目数が500に到達した。2015年5月7日、ハンガリー5番ウィキペディアは30万記事を達成した。2016年12月15日40万記事を、 達成した、オックスフォード大学の2013年の研究によれば、ハンガリー5番ウィキペディアで最も議論されている記事は、W.F. ジップシークライムである。ありがとうございます。